ウェストミンスター公爵。ウェストミンスター公爵は、連合王国貴族の公爵くらいの一つ。1874年に、第3代ウェストミンスター公爵ヒューグローブナーが、乗されたのに始まる。爵位名は、ロンドン中心部の地区名ウェストミンスターに由来する。ロンドン名イフェアを中心に莫大な土地を所有しており、すべての英国貴族の中でも最も富裕な貴族である。現在の当主は、 第七代ウェストミンスター公爵ヒューグローブナーである。チェシャー・ヒュームのラルフ・グローブナーは1440年代に婚姻によってチェシャーにあるカントリーハウスを獲得した。以来グローブナー家は現在までここを本拠としている。15世紀以降グローブナー家は着実に土地を増やしていき、地元社会の名手としての地位を高めた。 1580年代以降特に利益を上げたのが、北ウェールズの鉱山の賃料や使用料だった。選出の庶民委員議員、また、チェシャーとデンビーシャーノーを務めたは、1622年2月23日に、イングランド順弾尺くらいの順弾尺、ベレネット・グロブナー、オブエアトン、コー、チェスターに助せられている。彼は1640年代の、イングランド内戦中には、王党派に、 金銭支援した。この影響で、グローブナー家の家計は一時的に困窮したが、1677年までには、回復させることに成功している。三大淳断尺は1677年に、当時のロンドン郊外に存在した数百エーカーの土地を所有するメアリ・デイビスと結婚した。ロンドンの島市地が広がるにつれ、ウェストミンスター宮殿に近い、この土地は高級地区として開発され、 現在のメイフェア周辺へと変貌した。そのため、ウェストミンスター公尺家は現在でもメイフェア一帯2400件を超え、不動産を所有している。グローブナースクエア、ベルグレーブスクエア、ノーソードリーストリートなど公尺家にちなんだ名称も多い。7代順段爵は、から選出されて、保育党所属の庶民委員議員を務め、1761年4月8日に、 グレートブリテン貴族チェスター州における、イートンのグローブナー男爵に除されて、貴族院議員に転じた。さらに1784年7月5日には、グレートブリテン貴族のグローブナー伯爵、アール・グローブナーとチェスター州にけるベルグレーブの、ベルグレーブ子爵、バイクウント・ベルグレーブ、オブ・ベルグレーブ・イン・ザ・カウンティ・オブ・チェスターに除せられた。 その息子である二代グローブナー伯爵も就職前に、トーリー党の庶民委員議員を務め、海軍省政務官、ロード・オブ・ザ・アドマールティア・インド問題弁務官、コミッショナー・フォー・イン・アナ・フェアーズなどの政府役職を務めた。1802年に、父の爵位を継承し、ついで1831年9月13日に、連合王国貴族ウェストミンスター公爵。 マークイス・オブ・ウェストミンスターに助せられている。その孫である三代ウェストミンスター公爵、ヒュー・ルーパス・グローブナーは、就職前に自由党の庶民委員議員を務めた後、1869年に就職し、1874年2月27日に、連合王国貴族爵位、ウェストミンスター公爵、流行ブ・ウェストミンスターに助せられた。 1880年から1885年にかけては第二次グラッドストーン内閣でを務めた。2019年現在の当首は初代校のそまごにあたる七代ウェストミンスター公爵、ヒューグローブナーである。ロンドンの他にもイングランドやスコットランドうちに10万エーカーを超える土地を有しており、相続税、財産税対策で、 アメリカのカルフォルニアやオーストラリアにも多数の不動産を所している。公爵家が所有する不動産はによって管理されている。ウェストミンスター公爵家最盛期の第一次世界大戦直後の頃には同家は世界第三位の富豪だった。1位はアメリカのヘンリー・フォード、2位はアメリカのロックフェラー。現在でも英国貴族の中ではトップの 平民や外国人を含めても英国有数の資産家である。2015年のは、ウェストミンスター公爵の総資産額を、約85億6、0ポンド、約1兆5、408億円と資産し、英国内で経済活動する者の,の中で、第9位の資産家としている。本邸は、イートンホール。紋章に刻まれるモットーは、家柄ではなく、美徳を。 バータスノンステマ。現当種ヒューグローブナーは以下の爵位、順断爵位を保有している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。